するしない？それでは今回の匠ご覧ください。南三局三ボンバー開始です。皆さん手配を開けてください。ドラマスーワンキムさん、いや本当に良かったね。あのおかげでなんとトップに立ちました。立ちましたね。そしてキムさん、あれ、はい、どうされました？お顔ちょっと変わりました？気づきますね。戻りましたね。ちょっとメガネをまたメガチェンして、はい。コミカルキムの方に戻ってきました。なんか安堵の気持ちがメガネにも現れております。はい。はい、今回トップ目に立った時の打ち方を教えてください。そうですね。ガラリと打ち方変わりますよ。どのように変わってきます？やっぱり、8000報酬とかがもう本当に罪になるんですよね。そうですね。前局まではもう守備を恐れず、報酬覚悟で行くんですけど、手を作るんですけど、この局は結構報酬には敏感になって、まず絶対振り込んだらダメです、もう。あ、はい。打たない打ち方。はい。はい、基本打たない。打たない打ち方。はい。報酬しない打ち方。うん。まあ、上がるメリットとしては自分の加点よりトップ盤石にする、もしくは、対面の上がりを阻止する上がりとかもね、そう、価値は出てきますけど。うん、そのあたりもこう、打ってる最中に思うことあったら教えてください。はい。でも今回いい手ですね、いいね。なので、基本は上がりに向かいます。別に、ガチガチの守備で打っていい点数でもないんですよね。ベタ折りしちゃうと結局、シャーチャペーチャの上がりでね、またトップが危うくなってくるんで、はい。じゃあ、まっすぐ上がりに向かうのがベースで、まあ、とりあえず白にはなるんですけど、はい、まっすぐ上がりに向かうということは、ただこのシャートンあたりはね、はい、温存、でも今回やっぱ手がかなりいいから、やっぱトーンシャーも押し出されるな。まあ、自然にスタートは打ちやすいことですね。さらなる加点って、すごいリード取れますもんね。そうね、やっぱりそれが第一本戦、このハイパイ見るとそうですね。仕上がれば1万2000ですもんね、うん、さあどうだ。おお、ちょっと安くなるか。あとさっきまでと違うのは、はい、タチャの捨て牌をね、そんなに見てなかったです。もうラス目のうちは、ああ先ほどまでは、そうそうそう、ちょっとこう気になっても目をつぶるわけじゃないんですけど、そうもう行くしかないんで、自分の選択肢が少なかったんで、他者の捨て牌見てどうこうは、はい、それで打牌が変わるがない、あんまりない、ね、そうそうそう。でもここからは全然違う。何これ。あらこれはね、はい、トーン安牌で残したい気持ちもありますが、はい、ピンフ効率をマックスでいきましょう。さあすでにいいシャンテンです。うん、でこれね、すぐピンフでテンパイしたらリーチの一択です。ピンフドラ1日給は3800とか上がっても、はい、まだまだシャーチャーへのねチャンス残しちゃうんで、でこれ目いっぱいに、まだ目いっぱいでいきます。はい、ペイはトンと違ってね、ピンフで使える範囲なんですけど、うん、でリャンマンパーマンペイの重なりやすさでいうと同条件なんですよ。やっぱ3万チーマン引きがねすごく良くなるんで、はい、ペイ切らざるを得ないなと。うん、そうですね。はい。さあ今回まだ普通か。そうですね。カミちゃんも別にターツ落としではないですもんね。まあまあ。ああこれはどうです？微妙ですね。っていうのもまあパーマン切るんですけど、はい。マジョリティに感じます。これペン3ワンリーチは全然嬉しくないんですよ。ドラヒョウ。はい。なのでこの E1 引きは全然嬉しくないけど。まあ、2か1の縦引きは嬉しいですもんね。そうね。うん。縦重なりで言うと別に1、2、8はどれ切っても一緒なんですよ。うん、ここでまた変わりますか？これはね、はい、3ピン切りになるんですけど、ペン3ワンリーチを絶対打たないんだったら3ピン採用してもいいです。けど一応ねペン3ワンリーチ絶対打たないわけではないんですよ。あ、そうなんですね。はい、親の先生リーチっていうのはたとえペンちゃんといえども、はい、されども有利には間違いないんですよ。なのでペン3ワンリーチ打つ可能性はゼロではないです。なので残します。
なるほど。はい。さあ、自然に今回捨て牌が見えてますね。地牌と足牌。そうだね。例えば私今すぐペンウーソかローソを引いて、はい、ペン3はどうですか？ペン3は今ならかける。まあならかけます。はい。あ、ラス目からのリーチが来てしまいました。はいはいはい。こうなった時に、はい、もう絶対に振り込まないので防御、はい、防御キムさんになるんですね。はい、基本はベタ折りです。あのリーチが入る方向としては一番良かったですね。はい、2着目3着目が来るよりは、うん、そうですね。そうですよね。もし積もられたら親かぶりですしね。そう、一気にまくられるよりは。そう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 、ラス目だったら、うん、なかなか一撃ないですからね。うん、さあ現状、おあれドラドラですね。とりあえずイーマン切るのは間違いないですが、はい、あの自分の手の価値がかなり高まりましたね。うんうんうん。で現状、はい、現物が E ピンの1枚、まあ、9ピンもまあ比較的打ちやすい、まあ、1.8 枚ぐらい安牌がある感覚ですよね。うん、絶対通るとは言えないけど、はい、まあほぼ通るでしょう。安牌 1.8 枚、うん、あこれで安牌が 2.8 枚ぐらいになりましたね。でもこれスッチ1だったりスッチ層入ったらリーチしないんですか？これね、はい、おります私は。あ、パワーは、ね、はい、これね結構悩む人多いと思うんですよ。はい、価値がかなり高いですよね。親万1万2000の加点がもう目の前の手牌なんで、行きたくなる人が多いと思うんですけど、なります。僕はね降りたくなってるんですよ、展望状況のせいでこれね今日言えるかなどうかなって思ってたんですけど、おかわりルールの南山トップ目っていうのはすごく偉いんですよ。今だ今で宝珠が本当に積みすぎるの。例えばこれで押し返して3班4班宝珠したとして、はい、失うものは3班4班の素点じゃなくて40何点を失ってる親の役満宝珠クラスに罪なんですよ、こっからの宝珠っていうのは。もうね絶対守らないといけないんで、僕はこの手は本当に降りたくなってる。でもしですよ、はい、今これ来たの8じゃないですか、うん、スーワンが来ました。スーワンだけはもうリャンマン勝負しますね。スチーワンは、まあ、それも勝負しますね。スッチーそう微妙なんですよ。あ、それぐらいこうそれが悩むっていうのが結構異端だと思うんですよ。多分視聴者の方も麻雀プロもほとんどの人が、なんでこれ頑張らないのって、スーチーソーでした、ね、喜んでリーチリャンマン切りっていう人が多いと思うんですけど、これ結構僕もねみんなの打ち方見てて、いやー自分って変だなとは思いますよけど、でも今パワー1が来たことによって、はい、もう完全に撤退と、はい、そうですね、はい、わかりました。はい、全然やめて悔いないです、うん、これはもうトップ目だから。はい、ここから最悪トップを逃すようなことがある方が、そうそう積みすぎる、自ら逃すようなことがある方が、はい、そうそうそう痛いといけないことだと。そうなんですよ。なので本当ね映えないと思いますけど、いやでも大事ですね、これはまた冷静な判断な気がします。はい、やっぱり今ねこれで本当だったらテンパイですね、テンパってましたね。はい、気にしない、はい、はい、気にしないでいいです。完全に抜いていく、はい、打っていく順番も大事ですねこれね。あと2人がまだ面前でね組んでてもおかしくないですもんね。そうだ、数ピンは現物、あんまり強い牌も出てこないですね。そうですね、押し返しがないのはかなり助かります。やっぱりラス目に打つ方がっていう思考がみんな強いってことですかね。とあとは手牌かな、7巡目だとやっぱり手が整ってない人も多いと思うんですよ。今ねちょっと微妙な選択になってます。どこが微妙ですか？現物がまずありません。まずですね、はい、こんなねベタ折りしといてね、折り打ちしたらねもう何してんのとワンチャンスだったり筋ってことですか。そうそう、何やってんだと、はい、現物ないのでもうシャー1枚切れシャーと筋9ピン、はい、筋チーピンの3択になりましたね。
9ピンで当たるときって短期かシャンポンですよね、はい、短期シャンポン、短期シャンポン、ここはさらにそれに加えてカンチャン、ペンチャンもあるとですね。当たるパターンが多いのでチーピンは除外、じゃあもうシャアの一択ですね、はい、でこれでもし補充しても全く気にしない、うん、はい、なんなら9ピンとかで本来まっすぐ打ってたら、はい、出ない範囲で補充しても全く気にしないでいいです、うんうん、はい、なんか世が世なら上がってたんじゃないのぐらいの未来から9ピンで補充してもね、本当に今この瞬間は人事を尽くしてるつもりなんで、まあでもそれが、はい、それで報酬になってもね、本当に気にしなくていい、後悔しない理由になりますもんね。今この瞬間一番安全で、かつテンパイとかうまくテンパイ取れた上がれたとかのバランス全部込みで優れてるのは9ピンになりますね。はい、なので9ピンの後どうしていくか、また、はい、1ピンになるのか、次は。そうですね、あ、数ワン通りましたね、はい、これでじゃあ数ワン切りになりそうです。もうこういう風に判断した後は、こうなってたら上がってたよっていうのはもう全く気にせず、はいはい、今できる中でしっかりと売り切る、うん、そうですね。降りるのも勇気ってよく言いますよね。確かにね、何でも行きたいし、みんな上がりたいですもんね、基本的にやるのであれば。手配がね、いけいけってくるんですけども、完全にやめます数ワンですか、ね、まあ一応上茶の手出しとかに数ワンが刺さるとかも頭をよぎりますけど、それ以上にですもんね。リャンワンも通った、まあ、チーワンは神ちゃんの現物、あ、二人の現物になった。うん。もうリーチに振り込まないは絶対可能ぐらいになりましたよね。いや、かなりこう受けてるように見えるんですけれども、そんなこともまだない可能性ありますか？うん、いや、ほぼ受けてると思います。ただ、万が一ってことですね。そう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 。何でもかんでも絶対とは思わないと。はい、どうやって見せるのがいいんですか？ドラは見せない。もう、あとはほぼ降りてると信じて、一応テンパイ取れるテンパイは取りたいなっていう感じです。なるほど、これ大事にしてるのは。のリアン1から、はい、そうですね。じゃあ次Q1だったりトーンってことですね。そうだね。いや、かなり展望がない時のキムさんとはまたガラッと打ち方がね、変わりまして、はい、同じ人とは思えないぐらい、そうだね、がっちり守備になってます。本局本当にテーマが大事ですよ。一局一局自分の置かれてる状況を冷静に判断してベストを尽くすって難しいけど、考えるのすごい大事ですね。そうそう、同じ手配、同じ捨て配でも打つ配は変わるっていうことですよね。キャンピン通った配です。残り積も回数少なくなってきました。やっぱりこう1位が大きいルールって、うん、こんなに変わるんですね。そう、トップ確率を高めるための、はい、でもそういう差をメリハリつけないとジャンをなれないってことですよね。そうなんですよ、僕的にはこのだからトップ目の折りも ね結構中スポットライト浴びてもいい戦術かなとは思いますね。ねえ、こういうリーグだったり積み重ねるものだからこその判断ですよね。一回勝負だったらいきますもんね。そうだ ねここまでポイント稼いで、はいどうぞってなったら、いやでもね、やっぱり、まあ、最強戦とかは別ですよ。あ、テンパりそうだろ9万を切ってテンパイ取りに行くか、パーピンを切ってテンパったらチーピン勝負。それ想像が打てないので、想像が打つ未来にはしたくないも含めて選ぶのは、まあでもやっぱ9万か。チーピンがやっぱ通る保証が、ローピンが3枚しか見えてない、カンチーピンはまだある、ありますね。Q1 にしときましょうか。Q1 を打って、まあ、テンパイできるのは、想像引いてチーピンだったりですか？6級ピン引いても想像。打たないですね。切れないですね。はい、6級ピン引きは、アイスチーソー引き、C とかも、ね。相手までのテンパイ取ります？あ、取ります。僕は。はい。テンサーがね、まだ心もとないのは間違いないんで。はい、あ、出てこなかった。どうだ？晴れない。ペイは3枚切れですね。ギリギリのラインでテンパイできなかった。はい。究極、テンパイの方開けてください。リーチ茶の一人テンパイ。
3人とも降りとなりました。手早けてください。確認してまいりましょう。さあ、このような結果になりました。町は老朽層でした。うん、まだ急層が1枚いたか。いやー、でもギリギリのライン、テンパイを取りに行くという思考まであって、まあそうですね、はい、はい、降りるのは絶対で、現物しか打たないのは絶対なんですけど、その中でも安全にテンパイが取れるのであれば取ると、はい、そうですね。まあそういうのはもう今する人多いですけどね、本当に流行ってますよね。流行ってますよね、テンパイ大事だっつってね。というわけで親が落ちました。はい、はい、この四本場というのをつないでの親を最後どうすか楽しみにしております。うん、親を失ってからの打ち方、はい、お願いします。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。オーラスもお楽しみに。